こんにちは、本郷奏太です。いやちょっとね、動画が2週間近く出せませんでした。すいません。ということで、サブチャン形式としてね、そろそろ動画を撮らなきゃということで、編集を楽して進めていきたいと思います。今日はですね、ポケモンセンターで僕よく買い物をするんですけど、ポケモンセンターオンラインで今月はね、ちょっとお買い物したんで、そちらをね、なんとなくゆるーく紹介していこうという動画でございます。このEV コレクションの箱で届きました。すごい可愛い。普段とはね違うデザインです。そう、なんかこの EV たちの新しい商品がね出たから、ちょっとさすがにさ、僕サンダース大好きなんで、だからサンダースのグッズをねたくさん買いました。ということで紹介していきましょう。よいしょよいしょ。お、まずじゃじゃん、サンダースのクリアファイル、かわいい。これに書類を入れて使いたいと思います。タンポポかな、なんかみんなの多分それぞれの色の花が書いてあるんだろうね。そして裏面にはいろんなポーズのサンダース、非常にかわいいです。そして次はじゃあこれ、え、かっこよ、ダブルウォールタンブラー黒、なんかすごく重厚感のある質感っていう感じのタンブラーです。おお、かなりしっかりした感じ、すごくいい感じの質感。そしてこのね、ブイズたちがいる。そう、イーブイってね、実はすごくちっちゃくて、こう進化するとね、いきなりこんぐらいサイズ感の違いが生まれるんですよね。でこうやってみんな進化する子たちがいます。めちゃめちゃいいな。ちょっと洗って酒を入れてこよう。ハイボールを作ってきましたよ。あー、うめー、いいっすねこれ、かなりいいアイテムだ。よし、飲酒をしながら進めていきましょう。あ、これはなんかお皿、メラミンプレート、白と黒、これも同じくブイズたちが、あ、こっちはみんなこうお行儀よくお座りしていて、こっちはみんな元気に駆け回っている絵柄ですね。これにね、なんかこうさ、こうおやつとかをこうバーッと乗せて、誰かが来た時に出そうかなと思ってこちらを買いました。そしてちょっと酒がなくなったんで足していきます。いやはや、どうして酒はこんなにうまいかね。うん、アンノーンをね、またいくつか買いましたよ。うちのさ、ここにアンノーンちゃんがいて、まあ今カナタっていう一番ベーシックな方になってるけど、ちょっとね、こうよく文字を入れ替えて遊んだりしていました。今日は何を買ったのかな、3つ買ってんのか。これがU かな、 U だよね、これ U だと思います。こうアルファベットになってて U、 これ P かな、あれ P とC だ、全然嘘ついた。 C と U とP だ、P を買いました。 C と U と P を買ったことによって、ポケカーを開封するときに、次ポケカーにしたかったんだよね。 POKECA みたいな。で、U はなんか母音？母音だよね。 AIUEO の IUEO の母音の U だけがなかったから、これはちょっと汎用的に買って、いろいろ作れる文字の組み合わせを増やしたという感じですね。じゃあ続きまして、何を買ったんだ僕は。そう、サンダースのねグッズがたくさん出てたから、サンダースのグッズを買ったんだよ。おー、ぬいぐるみサンダース、シュー、電光石火。この子はね、めちゃめちゃ素早さがね速いポケモンなので、なんかこうスピード感を持った攻撃をすることができます。サンダース作ってみたっていう動画をね作ってから、もう僕はサンダースに夢中ですよ。サンダースグッズを非常にたくさんね集めていたりします。じゃあ続きまして、ハンドタオルだ、ハンドタオルもサンダース。とにかく新しく出たねサンダースは全部買うようにしましたよ。これはでもどこで使うかはちょっとわからないけど、可愛いから買っちゃったっていう感じだね。よいしょ。まあ次はじゃあ
ステッカー、たくさんのサンダースたちのステッカー。え、ちょっと待って、このステッカーいる？このタンポポとこのちょっとした雑草のこのステッカー いるかいるのかこれはっていうちょっと疑問はあるけど、まあまあまあ、あ、結構いろいろ買ってるな。ちょっとね、しばらく前に届いた段ボールなんですけど、ちょっと開けられずにいました。ん、これは何だろう。フラットポーチフラットケースセットだって。ちょっと開けてみましょう。おー、なんかいいんじゃないか。何かカバンの中とかですごく細かくね、整理するときとかになんか使えそうなフラットポーチだって。こう厚みはないけれど、なんかすごくいい感じ、エナメルみたいな感じだね。これが2つセットだったということです。こっちは、ちっちゃいシックな感じ。何を入れようかな。なんか領収書入れになる気がするな。そしてあと細々したものたちとって感じ。あ、今月のポストカード、今月6月のやつだと思うんだけど、これね、月替わりポストカードも入ってました。僕はね、毎月買い物をするから、これはもうほぼほぼこの3、4年間ぐらいこれはフルコンプしているんじゃないかなという感じです。そして、あ、めっちゃ可愛いじゃんこれ、メタルキーホルダーだって。サンダースのメタルキーホルダー、なんかね、カバンかなんかにつけたいなという感じ。そしてここにもやはりタンポポが押されている。そうなのか、君はタンポポが好きなのか。で、マスキングテープ2本セット、マスキングテープ2本セット。マスキングテープってさ、なんか可愛いからね、すぐたくさん買っちゃうんだけどさ、いつどこで使うのかちょっと分かんないですよね。さすがにこれを使ってね、プラモデルの塗装の時にマスキングはしないと思うんでね、買うんだけど何に使ったらいいのかあまり分かっていない。お、これめっちゃいいじゃん。てか自分で買ったものなのにさ、これめっちゃいいじゃんとかちょっとよくわかんないですよね。キーリング雷の石って言ってる。なんかこれワイヤーかなんかがついてるっぽいな。ちょっと開けてみようか。ワイヤーかなんかがついててカバンに取り付けるみたいな、なんかちょっとこじゃれた生かすアイテムだなこれは。おお、かっこいい、かっこいいキーリング。ここがこうダイヤル式になっていて、ん？合ってる。おお、こうやって取り付けてキュルキュルキュルっとするらしい。丈夫っぽいぞ、わからんけど。そしてあとはなんだ、ん？おまけのシールがついてたな。こうね、なんか購入するとついてくるみたいなシールじゃないかな。 EV のポケモンセンター探検大作戦。おお、探検大作戦の文字がさ、それぞれのこう V 字たちのなんか特徴を表した感じになっているね。続きまして、同じようにステッカーが入っているな。全8種。あ、これ何円以上買ったら1枚ついてくるよみたいなやつなんだけど、もしかしたら結構たくさん買ったから全部揃ったっていうことかもしれない。これはシャワーズ、サンダースだ、やったー、サンダース、ブースター、エイフィー、かわいい、ブラッキー。おお、ブラッキーってさ、なんかこうクールだけど優しい表情をしてる時がすごく素敵ですよね。リーフィア、かわいい、グレイシア、このね、なんか髪型がちょっとかわいいですよね。このなんつーの、姫カットみたいなさ。あー、ニンフィアさんは圧倒的王道的かわいさ。やった、フルコンプしてしまった。このシールも取っておこう。で、サンダースのボールペン、ボールペンだって。まあボールペンなんていうものは家に何十本もあるんだけれども、やっぱ可愛いから買っちゃうよねという感じで買ってしまいましたと。そして最後だね、次、最後にわざと取っておいたんですけど、こちらプチ缶コレクションというやつを3つ買いました。これはまあ何かと言いますと、ちっちゃいね
缶ケースが入ってて、その中にまあラムネみたいのが入ってるらしいんだけど、その缶ケースっていうのがこうちょうどね、僕ポケモンカード大好きなんですけど、ポケモンカードをやるにあたって使うちっちゃいね、こまごまとしたものを入れるのにちょうどいいサイズなんですよ。だからね、このプチ缶コレクションシリーズはよく買います。ということで、まあね、狙いはサンダースとして3つ開けていきましょう。さあ何が出るかな。まあね、これもすぐわかると思います、色で。サンダースこい、サンダースこい。ニンフィアだ。あ、ニンフィアはすごく好きなブイズだぞ。おお、かわいい。しかも裏面がとてもかわいいね。ニンフィアはね、実際このブイズの中では、まあこのあんまりね順番をつけるのもあれだけど、まあ、サンダースに次いで2番目に好きなポケモンなんでね、非常に嬉しいです。ということで次、被らなければとりあえずそれでよしとするんだけど、全部可愛いからね。来い、サンダース。ドン。ん？シャワーズだ。シャワーズでした。シャワーズがいい子にお座りをしている。これは何の花だ？これは何の花だ？え、何の花だ？ニンフィアは何だったんだ？え、ニンフィアもマジで何の花だっていう感じの、このリボンの花だった。架空の花じゃないですか。サンダースなんてしっかりとタンポポだったのに。じゃあラスト1個ですね。ラスト1個頼む。サンダース力をここまで高めてきたんだ。僕はサンダースをサンダースも作ったことがあるんだ。頼む、最後の1個サンダース、君に決めた。あ、イーブイだ。イーブイちゃんようこそ。かわいいね。なんかイーブイの花はなんだこれは。綿毛の、綿毛のタンポポみたいな感じですかね。あ、イーブイかわいいな。なんかこの走り回ってるさ、この走ってる、この今真ん中にいる子、あ、手が震える。この真ん中にいる子の表情が非常にかわいいですね。という感じで、この3つだったか。いや、よい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 、なんでもいいのよ。君たちはもう生まれてきてくれたことがもうなんかもうわかんないけど、なんでもいいのよ。さあ、というわけで、サブちゃんとはいえども非常にゆるい動画でした。すいません。まあでもね、とても大好きなサンダースたちのグッズが増えたので非常に嬉しかったです。ということで、今日もご視聴ありがとうございました。また見てくださると嬉しいです。バイバイ。